様ですね。和の文化を世界に、はい、銀座ひときわ円蔵店主早坂若田さんをお迎えしました。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。なんか着物の姿かっこいいね。なんかね、いいですね、うん、シックですね。ありがとうございます。素敵です。今日のこのちょっと 黒目の、はい、黒目と黒いですね。黒ですね。黒いお着物なんだけどね、はい、華やかさもありますよね。これはあのどちらのものですか。友野さんの出身の奄美大島。あ、そうですか。大島紬です。そうなんですか、はい、大島紬ですか。こういうの初めて言った。夏物なのでちょっと透けてるんですけど、はい、素敵ですね。これはね、スズムシ。早く コオロギって言いそうな全然でも帯のね、なんか後ろ見るとまた本当に素敵な柄のね帯をしてらっしゃいます。見えますか、ともんけさん。あ、見えますね、はい、あ、なんかね、この着物を着た美人が隣に座ると、うん、ドキドキします。ドキドキもするし、口数が減ります。口数減っちゃう。はい、はい、で今日はですね、はい、ね、こちらの銀座、ひときわ円蔵さん、これ呉服店なんですけども、はい、場所はですね、うん、この放送エリアの、東銀座の歌舞伎座、はい、今ね歌舞伎座ちょっと工事中ですね。工事中ですね、まだ2013年の春ま で、 そうなんです。まだまだね、待ち遠しいですね。その歌舞伎座の少し入った小引き商なんですけども、はい、お店がありまして、まあ本格的なものから、うん、また着物初心者の方までですね、いろんな層のお客様がいらっしゃってる、はい、お店の店主やってらっしゃるんですね。はい、で今日はですね、どちらかというと、着物についてテーマなんですけどね、はい、もう簡単な着物の着方、まあ、そこのコツをですね、教えていただけたらなということでお招きしております。よろしくお願いします。皆さん着物着るときに、着物の中にたくさん着込む方がいらっしゃるんですね、うん、それは補正のために着られるんですけれども、はい、実際は補正を全くしないで、うん、長襦袢も着ないで、うん、着物の中に着物スリップ1枚で着れる方法というか、そういうものがあるんですね、はいはい、その着物のスリップにもうすでに長襦袢に通常ついているこの半襟がもう縫われているものが売っていますので、なので、まあ、裸にこのスリップを着て着物を1枚だけ、合計で2枚しか着ないで着れますので、はい、時間も早く着れますし、すごく簡単です。よく女性はね、こう胸当てとかこう例えばタオルを巻きますよね、あと腰、そうですね、ウエストのああいうのもあまり必要ないんですか。は全くしていないで今日も着ているんですけれども。そうですか、はい、着方にちょこっとやっぱりコツがあるんですよね、それはちょっと脱がないと説明ができないんですけれどもまあ、そういったことも教えてますのでよかったら、はい、お店に来ていただければと思います。それ男性でもコツを教えていただけるんですか。男性もそうですね、今まで一度も私は教えたことはないんですが、よかったら教えしますし。あ、そうですちょっとね、ともこさん目つきがねちょっといやらしくなってました今。あ、そうですか。実演して見せてほしいと思ったんだけど。あ、そうか、そういう目だったんですね。そういう目だったんです。なんか変な目つきしてましたね。はい、そうですか。でも今どうなんですか、お客様はこうやって初心者の方、まだ着物まだ着たことないんですけどとかっていう方います。多いですね、うん、そういった方もとても多いんですけれども、うん、うちは、先生というか着付けの先生をやられていたりとか、もう踊りの先生であったりとか、はい、プロのお客様の方がどちらかというと多いんですが、ただ初心者の方もちゃんと一から教えられるように、お店の商品も揃ってますので、はい、上級者も初級者も両方楽しめるお店だと思います、はい、例えば帯なんかも、はい、割と早くできるような、なんかできるんですか。はい、ありますよ。結び方、はい、結び方というよりかはもう大胆に帯を2つに切ってしまうっていう方法が一番いいと思います。2つに切る、はい、どういうことですか。ですね、胴の部分とお太鼓の部分にハサミを入れるんですね、はい、それで胴は胴で巻いておくと、で後ろのお太鼓はもう形を作っておく、
はい、そうすると、まあ、胴をあの巻いた後に後ろに要はパカッとはめるだけなので、 あら、いいですね、はい、そうですね、あのこれはもともとあの、まあ、お客様の行為でできたものなんですけれども、やはりあの四十肩五十肩とかで、はい、あのもう手が上がらなくなってしまったりとか、あのまあ着物が好きなんだけど帯結びがうまくできないとか、はい、そういった理由でいろいろなあの声がありまして、まあ、もういっそのこと帯を切ってしまおうというので、はい、そういう仕立ても受けてます。あ、じゃあ今ある帯をそのように作ってほしいといえば、はいはい、持ってきていただければやってくださる、はい、やってます。あ、そうですか、はい、それはちょっと嬉しいです ね、 ですね、着物よりも、ね、帯の方が大変ってイメージがあるんですよね。そうですね、はい、それさえあればあの着れない方ももう10分で着れると思います。10分で、はい、10分あれば切れますね。そうですか、はい、いや普通絶対20分か30分かかるってね。そうですね、言われますもんね、はい、それは嬉しいですね。でもね、その着物を着たことによって、やっぱ男性からのやっぱ評価で変わりますよね。僕ね、カズさんのねあの前あの写真でね、僕好きな写真があるんですよ、赤い着物を着てね、はい、見たい、思わずね僕こうやって携帯の中で写真が、あ、そうなんですか、なんかちょっと嬉しいですよね。嬉しいですね。トモケさん名刺もね作ってくれたんですよ。そして裏見たら着物の写真だったりね、で私のこの着物姿が好きなんです。言っちゃいましたよ。いや実はそうなんですよ、そう、でもね、あれだね、この洋服の時の写真だけど、その着物の写真だけなんか撮ってる、そうそう、それはカズさんがいいってわけじゃん、着物がいいってこと、そういうことだったのかしら、着物を着てるカズさんがいい、両方撮っときましょう。そうですね、でもやっぱり、はい、僕もね、ほら去年の12月だったっけ、そう、ね、あの来ましたよね、着物着たじゃないですか、一生で一番褒められましたよ。そうですか。一生で褒められることなんかめったにないっていうか、皆無なんですけど、あの日だけはなんか会う人、うん、似合ってましたね、なんか似合ってるねとかね、男前だねとかね、顔じゃなくてなんか姿ですね、そうで着物が似合う体型とも言えるのかもしれません ね、 ね、そうですね、あの僕二十歳の時にね、あれおばあちゃんが折ってくれた着物なんですけど、あの成人式の時着てったんですよ、はい、その時ね痩せてましたから、なんかバスタオルとかいろいろ巻いてね、あ、そう、それでやったのに今全然いらないですけど、いらなかった。そうですか。でも男性の着物もね、やっぱり若菜さん、はい、いいですよね。いいですね、粋でね、はい、あの男性が簡単に着れるお着物も、うん、あの置いてますので、うん、あの女性みたいに同じく帯がもうあの、うん、付け帯というか、はい、巻くだけで締めれる帯も男性用も置いてますので、うん、ぜひ、そうです、はい、やっぱりこういう着物とか浴衣着て、それでやっぱ花火行ったりするんですかね、粋、うん、でいいですよ、うちわ持ってね、うちわをちょっと刺してね、後ろにね、はい、私あれ好きなんです、素敵ですよね、うん、なるほど、やっぱね、その演出にこだわらないとね、そう、今日はね扇子をね、うん、ちょっと帯に刺されてる、素敵ですよね、ありがとうございます、わかなとちゃんと書いてあるんですね、裏が円蔵ですね、円蔵と若菜、もう歌舞伎の文字と同じですよね、はい、やっぱり歌舞伎はやっぱり着て、はい、お着物着て、あ、もちろん行かれますか、当然行きます、はい、あ、もう早く歌舞伎座が楽しみです、そうですね、はい、じゃあ、 あの円蔵さんでこれからなんかイベントというかですね、はい、セールがあるって聞いたんですけども、あ、はい、あの今月9月はですね半期決算になりますので、あの まだ残っている夏物の大処分市もそうなんですけれども、あとは押し立て帯があの1年で一番安くなる月なんですね、手縫い仕立て帯が通常2万円ぐらいはするんですが、それが1万2000円均一で、あの顧問から訪問着まで全て同じ金額で仕立ておけますので、はい、あの他店でお買い上げいただいた商品なんかも全てお持ち込み品もうちの方で、あの持ち込み料金なしであの受けてますので、はい、ぜひ反物が眠ってる方が多いかと思いますので、来ていただければお仕立てをさせていただきますので、はい、例えばね、まあ、今ここ木場スタジオですけども、はい、まあ、東西線の木場からそちらに行くとすると電車で行くとどんな感じですかね、どんな感じと言いますと、日本橋で乗り換えて、都営浅草線、あで東銀座から、はい、それも一つですね、うんうん、あとは茅場町で日比谷線に乗り換えて東銀座です、はい、あ、
そこからが近いですね、はい、そうですね近いですね、はいはい、あぜひねあのお店行って、で、まあ、またね若菜さんもね、はい、若女将じゃない若天使すごいね素敵な方なのでね若くてねあのぜひ買わなくてもいいですか見に行ったら見に行きたいって感じですよねはいではねまたね、季節が変わるごとにぜひいろいろ和服の着方またね裏話等ですね、はい、教えていただければと思います、はい、よろしくお願いします、はい、今日は、銀座ひときわ円蔵店主早坂若菜さんをお迎えしましたどうもありがとうございますありがとうございました。